今回荒木さんが訪れたのは藤枝市若尾寺蓮華寺池公園にあるローカルティー&スローテーブルムスヒです。有機無農薬米のおむすびや藤枝茶スイーツなどが楽しめるカフェです。失礼します。すごく木がふんだんに使われてて木のいい香りもしますね。お茶製品もたくさんあります。早速とんがり棒の戸村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こちら入った瞬間にまずこのヒノキの香りですか？そうですね、ヒノキを結構、県内のヒノキをふんだんに使っている木造の建築なんですよ。すごく素敵ですね。はい、3階建てでこうあの上まで全部の材を使わせていただいているんですけれども、すごくあの形も特徴的ですけど。そうなんですよね、とんがり屋根で昔から親しまれていたんですが、もともとはあの藤枝市のお茶を世界に発信しようという輸出を目指してですね作られた旧藤枝製茶貿易商館、貿易の会社だったんですね。あ、そうなんですか。はい、そしてこちらは地元のものがいろいろ売られてるんですか？そうですね、こちらのお茶の発信拠点ということで、地元のお茶農家さん、お茶商さんのお茶を100種類ぐらい置かせていただいておりまして、朝比奈玉露から、お茶商さんのブレンド茶、そして農家さんの自演自製のお茶までいろんな種類ご用意させていただいてます。まさに藤枝のお茶の発信地なんですね。そうなんです、はい、こちらのお茶のパッケージは、はい、とんがり棒ですよね。そうなんですよ、地元の、T7 さんという若手 のお茶の協同組合の方がデザインしてオリジナルで出しているんですが、藤枝の香りという藤枝でしか作られていない茶葉を使った、あのシリーズなんですけれども。こんなに種類があるんですね。そうなんです。そして今日こちらで、静岡の美味しいお米もいただけると聞いたんですが。そうなんですよ、ぜひこちらの方をちょっと見ていただけましたら、もうずらっと並んでますよ、おにぎりが。ちょっとでも見たことない具材もありますね。この藤枝茶なんてまさにご当地のおにぎりですね。とんがり棒のオリジナルで、藤枝の抹茶になる前のこうふりかけみたいにちょっとパリパリした原料を使って、オイルとこうちょっと粉茶も入ってますね、あえて作っているんですけど、結構こう食べた時に香りが広がるので人気です。お茶を飲むんじゃなくても食すんですね。これ気になりますね。他はこうアンダースって何ですか？そうなんですね、これは沖縄の方のよく家庭で作られている油味噌で、家庭ごとにこう味があるんですけども、こちらでは豚肉と甘い味噌、結構男性に人気 の、おむすびですね。椎茸もね、藤枝は有名ですし。そうなんですよ、おかかもね定番でいいですしね。おかかもね毎朝こう削っているので、普段皆さんが使われる料理のおかかと違って香りが立ってすごく美味しいです。あれですか、元になるそのカツオは地元の、焼津の方の手火山式で作っているところの山重さんのカツオ節を使わせていただいています。いや、お米はもちろんですけど、この具材にもこだわりを感じますね。そうですね、具材も無添加で、なるべく地元のものを用意していて、お米はもちろん地元の、有機無農薬米を使っています。じゃあ早速私もこちらのおむすびいただいていいですか？はい、ぜひお願いします。さあ、ここからはキッチン担当の池ヶ谷さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この用意していただいたプレートはなんていうプレートですか？ランチプレートになります。すごい、小鉢もたくさんついて、はい、美味しそうなおにぎりを2つ、私は気になったのでお茶と、あとおかかを選んだんですが、お茶のおにぎりは初めてです。ぜひ召し上がってみてください。こちら茶葉にも味付けがされてるんですよね？ですね、抹茶のオイル、ナツメの塩とで、味をつけておりまして、じゃあ早速お茶の方から、のりで巻いてお召し上がりください。自分で巻くスタイルなんですね。はい、すごく口に入れた瞬間にお茶の風味がふわっときますね。はい、パ
パリパリお茶のこの葉っぱがしていて、海苔とお茶の葉っぱのパリパリが、うん、はい、あと香りと楽しんでいただけるかなと思います。うん、食感がいいですね。はい、このお米はなんていうお米を今ね、ニコマル藤枝さんの、なんでしょう、おむすびに合うというか、すごく食べやすいですね。はい、わ、もう青空の下、はい、気持ちいいですよね。最高ですね。はい、そしておかかもいただきます。はい、こちらはお米もちょっとこの黒米ですか。あ、そうですね、混ざってるんですね。はい、山口さんの黒米が、地元の農家さんですか。はい、いただきます。カツオの味が濃いですね。朝、毎朝削っておりまして、はい、削りたてですか。そうですね。うん、はい、すごい、噛めば噛むほどカツオの旨味が出てきますね。そうですね、美味しい。またちょっとこの黒米もプチプチして、そうですね、うん、もうちょっともちっとした感じというか、うん、はい、いいですね。はい、これおかかの味付けは何を使われてるんですか。味は味付けは割とシンプルなんですけど、うん、ナズナのお塩と、はい、あとごま油と、あとは境醤油で。あ、はい、本当にシンプル、シンプル。だからこそこのカツオ自体の味が引き立つんですね。そうですね。はい、いや、ちょっといつものおかかと一味違います。はい、良かったです。うん、池谷さん、今日は美味しいおむすびどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。悩んでしまったんですが、種類もたくさんあるので、はい、何度も来てちょっといろんな種類を食べたいなと思いました。はい、またぜひお待ちしております。はい、気になっている方多いと思うので、お店の営業時間や定休日教えてください。はい、営業は、午前10時からで、5時までの営業になっておりまして、うん、定休日は、火曜日になっております。お店はレンゲジ池公園内にあって、これからの季節本当に気持ちよくお食事できると思います。ぜひ皆さんもローカルティー&スローテーブル無責さんいらしてください。池谷さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひ来てください。